はい、皆さんこんにちは、ちでございます。三国志14総英さんですね。推進の表をねやっていきたいと思います。ごめんなさい、ちょっとね声がねもうおかしいんですけど、昨日ね飲みに行っちゃったら飲んじゃったね、酒焼けしてます。13時からね22時まで飲んでました。居酒屋、一軒の居酒屋で一人9000円くらいいったね。もうびっくりしちゃった。お店の人もねちょっと驚いてたもんね。レジ打ちながらね、って言ったんでね、あ、こら行ったんだと。まあ以前ね、一昨年だったかな、別の友人と行った時はね1万円超えましたからね、一人ね。もうね、わあ、でもまあ昨日はもう20年ぶりぐらいの友人と喋ってたのでもう鼻咲いちゃったね。いやー、もう相変わらず記憶が飛んでます。本当ね、ちょっと困ったもんですけどね。でもまあ美味しいお酒でございました。というわけでじゃあやっていきましょう。 あとねお知らせですけども、不定期枠、まあ今日ライブも無理なんですけども、不定期枠もねちょっと更新がね遅くなるかもしれないです。というのもね、まあ問題がなければ1日レベルの話なんですけども、この収録に使ってる私が、パソコンに使ってるパソコンね、これがねもう結構前から CPU ファンだと思うんですけど、異音がねチラチラしましたよ。で最近ねもう低回転だと明らかにねダメな音がするんでちょっとねそれをねグリスアップして、ちょっとバラしてねグリスアップするんで最悪とどめさせちゃうかもしれないんでちょっとねノートパソコンなんてバラすのも多分2回目ぐらいだからね、ちょっと怖いんですけどね。そんなこんなでちょっとね遅れるとは思うんですけども、ご容赦ください。さあじゃあやっていきましょう。どこまでやったのかな。ああもうお金が10万超えてんだね。結構ちまちまやってる操作が多いので、思ったより進捗まだ良くないですね。まだ229年だもんね。まだ2年しか経ってない。しかも1月だから2年、まだ2年も経ってないんだね。いやーこれ寒中落ちるのほんと楽しみだ。もうちょうどうまいこと中田ちゃんがガード、中田ちゃんをねガードしてくれてるからね、これはもう問題なく落ちるでしょう。さーてと、お、言ってますね。これこの提案を受けてるのだけでもめちゃくちゃ時間かかっちゃってね。でも提案を受けないとね規模の拡大とかできない可能性があるんで、あとねもうこの家屋取ったのでね、武将のね移動してはいかがかというどうかっていうねご指摘を受けたんですけども、これね私裏でやってる時に何度かやったんですけどこれね言うこと聞いてくれないんですよね、皆さん届くの方が。移動してもねまた帰ってきちゃうんですよね。まあ同じ人が帰ってくるかどうか分かんないんですけど、もうねもういいんじゃないのって思うんですけど、移動しても戻っちゃう。であとねいいところはね、ここ1個の届く1人の届く、ここ1つの舞台、まあ舞台だから、あ、勢力だからもうここで収まるのかなと。ちゃんとねそこはねうまい具合にね1つの国として配分してくれるんですよ。ですからね兵士もそうですし、武将もちゃんと移動してくれるんですよ。でねたまにねよく私あったのが、受旬だったかな、受旬とかにね山ほど人たまるときあるんですけどね、それはたまに見てねこういう感じで、あら、あ、地域、あ、都市ね、都市で見てあげてね、この現役っていうところで、例えば楽まだいいんですけど、考慮が10人にいたりとかね、まあまあこれぐらいだったら可愛いですね。40人ぐらい行きますからね、行くときね。まあただ水死の表だったら一つの国に40人も集まることないかな、人そんなにいないと思いますんでね。まあ考慮は前線だから、考慮前線だよね、あ、こっちか、考慮は、あ、いや、これ上流だ、考慮この辺だったかな、あ、これ効果だね、ここかな、いや、これ上流だね、ここかな、
あ、そうだね、ここはね前線だからね、だまあ必要なんですけどね、とまあこんな感じで、ですが結構ね、国を勢力を分けてもね、すごくうまい具合にやってくれます。この本当委任システムはすごくよくできてますね。本当ね、うん、もう猿でも解ける勢いがあるんで、あー兼業落ちた、もう我々圧倒的だね。はい、投与してみましょう、まあ、来ないでしょうけどね。じゃあ捕まえちゃいましょう。あー落ちたね。孔明さんはと捕まんないよね、あの四輪車持ってるからね。あーこれも全員来てくんないんだよね、アバタイさんいるんだよね。ね、じゃあ捕虜にしておきましょう。これはほんとこれ気抜くと、あ修善さん逃げちゃった、気を抜くと解いちゃうね。ここをうまいことコントロールしないといけないんですよね。これがまた難しい。うまいことコントロールっていうのがね。さあやっていきましょう。いやあ宗衛さん楽だね。はい送りましょう。おおねえ徐々さん北兵なんかにもったいないよね。ある程度それか本国に呼んじゃおうかな。あーうーんそうだね、ジョジョさんなんかみちゃんこもったいないもんね。そうだね5人、まあ5人ぐらいいた方が内政ね上がるんで、そうすると補給できるんでね、後ろ盾にしてくれるんで、という意味でやっぱりこうしとくべきなのかなというような気もね。あとやっぱり移動させてもね、他の届くとうまい具合に話し合うんでしょうかね。きっちり戻りますからね数字が。じゃあ送りましょうか。いやーもうこれ艦中落ちたら、あ誰か寿命が伸びるね、これ多分菅野さん見つけたから。はい、あこの人ね、はい寿命伸びました。でもこれ1年ぐらいしか伸びなかったよね、早急さんだっけ、たった1年かっていう感じですけどね。さあもう食と語もなんか悪くなっちゃってんで、敵対関係になっちゃってんでね。あと白水管、ああ白水管落としに行くね、あこれ落ちるわ、これは難なく落ちますね。あらあらあら、で今一生懸命彼らが多分ね守りに行こうとしてるんでしょうけど、まあまあ問題ないでしょう。あとはあほほ兵糧がないんだね。こっちも問題ないね、ほんとね。さあどんどん送っていきましょう。うん、いってるね、これね。はい、この程度ならローセゾニと当院さんが逃げちゃいましたかね。ガタツさんも逃げちゃいましたね。まあ、豪傑じゃなかったら問題ないですよね。はい、よいしょと、はい、定期的に落ちちゃうんだよね中精度ね。ちょっと待ってね、うんちょっとあれしましょうか。あもうこっちも動いてるよ、これどんどんいっちゃうね。前回にこれでいって下がっちゃう、あ下がんない、いいねいいですね。さあじゃあ行きましょうか。うわあ2方面行っちゃってね。はい干渉見つけました。
ここがどうなるかで、もう指導まで落ちたらちょっとブレーキかけないといけないかもしれないね。はい、あとなんかいろいろ見つかったんでね、名品あげましょうか。何がいいかな。これなんていうの、パク球、あ、バク球ね、バク球、弓ね、武力の方だね、武力ね。あ、キョイさんも持ってしね。あ、文金さんにあげよっか。文王さんまだ来ないんだね。さあ、じゃあね、あ、もうここ終わってんだね。行きましょう。多分落ちんでしょう、もう。あ、でもそうでもないね。あ、1万8000も連れてこられたか。ちょっと落ちないかもわかんないね。兵増えちゃうね、これね。あとは、でもこれ、工場兵器じゃないもんね。ほら、しばらく落ちないな。1万8000も持ってこられたらちょっと辛いね。あとは、エイアン。ああ。エイアンは落ちそうだね。あと、ここ武良、はあ、かなり。かなりあれですね。そうだ。ここでもう使ってない人、うわ、8万人もいるの。じゃあ、輸送しちゃおっか。あー、でもここ、小、あ、中だね。中だったらいけるね。輸送といえば、加工坊さんだね。まあ、結構な数持っていきましょう。お金はまあまあちょっと、兵糧たまりだね。加工坊さんだったらね、届けられなくても不思議じゃないんだけどね。失敗しましたとか言われてもね、あ、わかるってね。そうだろうねっていう感じするんですけどね。で、あと人移動させましょうか。ちょっと首都多いですね。18、あ、18人いるか。18人ぐらいかかるか。じゃあ送りましょう。はい、大木さんがカダさんを発見しました。ここどうなってんの、後ろから弓でやってんの。いや、違うね。ここまでか。ああ、善宇さん、善宇保さん、千ウフさんなのかな。ああ、両党さんも逃げられちった。ああ、指摘さんもね、逃げられちったね。はい、稲子ね。はいはい、加田さんかい。ああ、はいはい、どうぞと。え、これ、これなんでだろうね。これね、私だったら絶対ここに足すね。白水館だから掘り込むけどね。このままじゃ自力、このままじゃすぐ落ちるよ、白水館。で、彼ら混乱しちゃうからね、きっとね。まあまあ、でも、こっちとしてはすごくいいですね。でも、どうしよう。これ、攻めるなって、あ、攻めるなって命令出せたよね。軍団編成で例えば攻めるなって、ああ、内政にすればね、内政にすれば、あ、攻撃不可にしてねって言ったらいけますよね。じゃあ行きましょうか。こんな社長プレイでも結構一旦時間かかっちゃうんだよね。名品あげましょう。牧師、統率が2つ上がります。統率ね。あ、角合さんか、いいですね。はい、どうぞどうぞ。じゃあ行きましょう。混乱してる。混乱してますね。あらららら、
これあこ、うん、ここ先方でね、年ごとに先方で今混乱持ってるんで、当該さん混乱したと思うんですけどね。あ、長州さん何？孫州さんね、いやもうね、いやあげませんよ。ほったらかしてもどうし逃げるでしょう。しかも安い。だってこれ逆だったら絶対買う職ないもんね。ちょっと待ってね、これ何で言ってるのかな。あ、魚鱗で言ってんのか。あ、1273、あっと5月中旬ぐらいまでかかりそうだね。1ヶ月ぐらいかかりそうだね。あ、ちょっとね時間の良くなりましたね。この辺でやっておきましょう。三国志14、宗英さんでやって終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。声おかしいね、ごめんなさいね。終わっておきます。